久保さん、風呂がぶっ壊れました。いつも朝風呂入るんですけど、風呂入れないです、今。エラーコード170ですね。エラーコード170にしておきましょうか。で、僕は早速ね、一応 IT リテラシー高いですから、僕は。早速、検索キーワードで調べたんですよ。出てくる。ウェブページで、そのエラーコード170に対して、給湯器エラーコード170に対して、作り込んでるサイトね、結構出てきて、で、そのエラーコード170出てきた場合は、こういう現象でこうでみたいなね、いっぱい出てきて、しかもちゃんと作り込んでるんですよね。でもね、YouTube の動画に関してはあんまりライバルいなかったんで、ちょっと狙えるかなっていう。だからね、なんか本当に僕ありがたいなと思うのが、なんかすぐなんでもアクセス取れるなみたいな、これ、だから故障したら、これ直さないといけない。じゃあ、どこで直すとか、何が原因って、すぐ情報を探すわけじゃないですか。ね。もちろん電話してね、フリーダイヤルがあそこに書いてあるんで、フリーダイヤルで電話する人もいるだろうけれども、ネットで検索する人もいるわけですよ。で、そこに対してぶつけてるっていうね、ウェブサイトね。ちゃんと作り込んでましたね。で、給湯器売ってましたね。だからね、僕本当は情報発信って、着眼点というか、要はなんだろうな、発信する側なんで、その検索キーワードで調べた結果、何が出てきて、そのサイトは何をやっているのか、どういうの商品を売ってるのかっていうところでも見れるので、あ、じゃあこれやればええやんっていう、なんか何でもお金になるというか。だからなんですかね、変われないものと変われるものってあるんだけども、悩みは変わらないかなっていう、行動心理というかね。だってそれを解決したいっていうことは変わらないわけじゃないですか。悩んでて、いや、一生30年、40年悩み続けて、そのままでいいですっていう人はいないんですよ。悩んだら何か解決したいんですよ。何か故障が起こったら直したいんですよ。そこは多分、不変かなと思うんですよね。だから僕はネットビジネスこうやって思うのが、やっぱ普遍的なものですね。変わらないもの。この現象が起こったら人はこう行動すると。で、今ネットっていうツールがあって、こういう現象があったら、ネットを使う人がいてきてると。で、何をするのかっていうと、検索して調べるってことですね。だからこの原理原則はあんまり変わらないのかなと思いますね。Google さんに検索窓がなくなって、で、人間に、チップが内蔵されて、なんかなんですかね、思ったら、勝手に検索されて、勝手にこう出てくるみたいな、なんか、でもそれも結局その検索の表示どうするのかっていう問題もあるし、どう脳に情報を伝えるのかっていう、結局1ページ目、2ページみたいなね、スクロールみたいな、どこのページ行くみたいな、なんか、あんま変わんないんじゃないかなと思いますけどね。だから変わらないものをやるべきかなと思うんですよ。変わらないものって何かっていうと、人間の心理ですよね。人間の行動心理っていうのは大して変わらないので、そこに対してどういうツールを使うかっていうだけですよね。で、僕もネットに関しては、なくならないだろうし、その原理原則っていうのは変わらないのかなっていう。検索窓が、じゃあ僕が生きてる間にGoogle からの、Google とか YouTube の検索窓が消えるのかっていうと、多分消えないんじゃないかなと思うんですよ。わかんないですけどね。だからチップがもう入って、もうどうのこうのっていうね。もはやスマホもパソコンもいらないと。もう体に内蔵されてるチップだけで全部やっちゃうっていうようになったら、多分また時代背景変わるかもわかんないですけど、ただそれは僕が生きてる間に、それは実現はちょっと難しいんじゃないかなと思います。ね。チップ入れたいのかって話ですよね。でもそのうちね、チップ入れるようになると思うんですよね。てか国がもう、ね、今マイナンバーを押してますけども、もうマイナンバー全部に番号振るみたいに多分最終的にしていくんですよ、強制的にね。で、マイナンバーの進化系で、チップ入れて全部管理していくっていうね。だけどこれは多分いろんな問題があるので、なかなか実現はできないかもしれないけども、そのうち実現すると思います。問答無用で。生まれた瞬間チップ入れる。で、チップ入れる。もしくはチップ入れると補助金がなんかすげえ出るとかね。なんか必ずなんかそういう風になっていくと思いますけどね。ただ、それは100年後、200年後の話だと僕は思うんで。いってらっしゃい。